いや、そっか、立ちだ、返さなきゃいけない。えい、野口マネーが消えていきました。神林の借金が消えていきました。じゃあ本当にお願いします、本当に。あ、じゃあ、わかった。この画面全体で 3DS が右上にあるんですよ。なので右上を押したいと思います。単純に、単純にここに隠れていると思います。多分この機械を設定した人も単純な人だと思います。じゃあここを押したいと思います。せーの、ドン。いけ。軽い音がしました。謝ってください、機械を設計した人に謝ってください。ごめんなさい、機械の人ごめんなさい。せーの、オープン。え、これはまたちょっと気になる商品ですよ。見て、何も書いてないです。何にもテープがもうセロハンテープですもん。軽いな。なんだろう、なんか嫌な予感がすごいするんですけど。あ、でもルフィかわいい。ルフィのブレスレット。普段ギャンブルとかやらないんですよ、パチンコとかも、ええ、一切やらないので、お金の尊さをすごい分かってるので、なんかとてもですね、なんて複雑な気持ちになります。じゃあ次は、ここのボタンが気になります。せーの、押した。音、あ、結構いい音しました。あれ、あ、やだ。なんと再び村上庄司さん、ニコも。いよいよ次がラストとなりました。これいいの出なかったらマネージャーさんに怒られますよ。本当ですね、下手したらうちの事務所厳しいので解雇。最後のせーの、投入いたします。責任重大ですよ。ですよね、重大ですよね。じゃあ最後まで責任持って押すか、頑張ります。じゃあ入れたいと思います。一夢千円ですよ、あなたの夢が叶うかも。夢が叶うかもの一夢千円で、安いと取るか高いと取るか、それはあなた次第です。ちなみにここまで夢叶ってますかね。叶ってないです。ちょっと多分最後に DS 出る気がします。いきます。なんかもう今までちょっと頑張りすぎてたんで、ちょっと何気なくボタンを押す方式でいこうと思います。音がしました、音がしました。やだ、またなんか安い感じがする。白い、しかも軽い、超軽い。なんだろう、なになに、何なんですか、何ですか、何ですか、巻きたい。あー、いやこれね、これ村上さんともにちょっと言うていくしかないですよね。出演回数多いですよって村上庄司さんに。いやー、すごい。何、ちょっと、納豆付きです、しかも。ちょっとさっ
時よりちっちゃいバージョン。あ、これキーホルダーなんですね。キーホルダーだ。2個ついてたっていう。あひひゃんの本日の収穫、このようになりました。泣きたい借金が増えて泣きたい。すごい。いや、まさか3つ寝てると思った持ってますね、庄司さん。さすがにここでも三段落ちる。いや、さすが庄司さん。庄司さん、いや、これじゃ足んないかな。足んないのかな。一回やってもらいたかった。おお、最後野口さんの力でやってみます。いや、これは誰の番組。ヒーヤーの番組。ヒーヤーめっちゃプレッシャー。これ芸人さんと遊べるものってあんまりないですよね。ゲームが欲しい。ゲームが言ったね。はい、ゲームが欲しいです。言いました。じゃあもう一回やろう。もう一回やります。ヒーヒャンの番組です。じゃあヒーヒャンのお金で借金。じゃあ最後の一回、私にお金を貸していただけないでしょうか。しょうがないですね。ありがとうございます。よし、頑張るぞ。よし、絶対頑張るぞ。よっしゃ、気合入れていきたいと思います。7000円目です。結構使いましたね。結構使った。7000円ってヒーヤーに対したら結構ですよ。7000円あったらお洋服1枚買いたかったよ。誰の番組。これはヒーヤーの番組です。はい。じゃあ頑張ります。気合入れたいと思います。どっかにヒントとか書いてないかな。ここはね、村上庄司さん2回目出たんですよ。もう二度と押したくないです。ここは未開拓。ここを行きましょうかね。せーの、えい。大きな音がしました。オープン。にゃん、白い。やな予感。あ、これは時計出ました。時計出ましたけど、でもこの入れ物からしてそんなにいい時計とは思えないけれど、もしかしたらすごい高いやつかもしれない。なんて書いてありますか。これ時計じゃない、チャンスって書いてある。何がチャンスだ。ここの自販機は 3DS クラスを狙うのは結構大変な道のりです。しかしまあ今日これゲットしたので、ちょっとこれで、筋トレしたいと思います。それではひーひゃん、もう帰らせていただきます。失礼いたします。